産経新聞、令和3年7月23日、金曜、ナプキンに代わる選択肢。日本で長年、生理用品の主流だったナプキンに代わり、吸水ショーツが注目され、新規参入する企業が相次いでいる。ただ、生理用品として製造・販売の承認を得る手続きが複雑という規制の壁がある。事業者からは多くの人に知ってほしいが、商品の良さを伝えるのが難しく、もどかしいとの声が上がっている。生理向け吸水ショーツ脚光、長時間の着用も、多い日でも漏れませんか？夏場は蒸れないですか？東京都内の雑貨店に、今年5月下旬、国内外の10社が販売する吸水ショーツが並べられた。色鮮やかでファッション性の高いものや、運動しても漏れにくいタイプなど、店員に相談しながら商品を比較できるイベントだ。女性の健康用品を販売するフェルマータ東京が企画、計約660人が訪れた。来場した大学2年の女性19は、生理が不定期で早めにナプキンをつけるので、いつも何枚も無駄にしてしまう。吸水ショーツならいつ生理が来ても安心なので使ってみたいと話した。吸水ショーツは経血を吸収して長時間着用し続けることができる。乾きやすい素材で蒸れにくく、匂いも気にならない。漏れの不安や何回も変えるストレスから解放されると人気が上昇。初潮を迎えたばかりの小中学生や、ナプキンを変えるのが難しい障害者の保護者からも支持されている。経済的な事情でナプキンを買えない生理の貧困が問題視される中、洗って何度も使えるという利点もある。女性の思い、形に。注目のきっかけとなったのは、最大 150ml を吸収するショーツを販売するベアジャパン東京。昨年、商品の開発費用など100万円をクラウドファンディングで募ると、約9000人から1億円以上が集まった。寄付者の 99% が女性。同社の高橋久美さんは、女性の強い思いが形になったと話す。5000円以上するものも多い中、3月に衣料品店大手 GU が1枚1490円の商品を販売。即日完売する店舗が相次ぎ、話題を呼んだ。課題もある。吸水ショーツを生理用品として販売するには、医薬品医療機器法で医薬部外品として国の承認を得る必要がある。だが、手続きが複雑で承認取得が困難なため、同法上の雑品として販売されている。経血の吸水量という言葉を使えないなど、性能を伝えるのが難しい状況だ。こうした課題を解消しようと、自民党内に議員連盟が発足。3月には医薬部外品として認められやすくなるよう改善を求める提言を政府に提出。官民連携のワーキンググループで議論が進められている。